あれここなんか3台一緒っすね、会社さんが。七転び八起きさん、すげえ、同じような色で統一されてる、かっこいいな。すいません、あの、はい、YouTube なんですけど撮らせてもらって大丈夫ですか？ありがとうございます。もう早速回させてもらっちゃってるんですけど、はい、お名前の方よろしくお願いします。あ、自分は、はい、ちょっといきなりすみません、すみません、めっちゃいきなりですけど、自分は、はい、書いてある通り、七転び八起なんですけど、七転び八起っていう会社名なんですか？あ、そうなんですか。会社名は麦倉商事。あ、麦倉商事さん、あの、運転手さんですか、社長さんですか？上は社長があっちにいるんですけど。ああ、そうなんですね。皆さんなんか同じような感じで、まあ統一してる感じなんですね。はい、黒のベースにして、その色もちょっと緑の感じで、マーカー緑にして、すごい、こういう風になんか揃ってるとかっこいいっすね。ありがとうございます。今おいくつですか？自分まだ26です。若い。あ、髪の毛は？あ、これこの間頭きた。え、マッチですか？ニグロ。あ、ニグロ。俺もニグロなんですよ。今マッチ。いいっすか？今だ、出てます。あ、大丈夫ですか？もう出ちゃってください。すいません。あ、彼女さんですか？お名前は？原田さん、お名前は彼女さんですか？はい、あ、すいませんね、なんか急に取っちゃって。大丈夫ですか？お名前は大丈夫ですか？お名前は、お名前言ってください。じゃあ、はるかで、はるかちゃんです。すいません、ありがとうございます。すいません、なんか取っちゃって。いや、急にすいません。いや、このなんか全部が揃ってる感じかっこいいっすね。めっちゃかっこいい。個人的に、ええ、右寄りの雰囲気はすごいですね。いや、まあ確かに。いやいや、丸先輩が言うのもあれですけどね。やべえ、かっこいい。七転び八起っていうのは、これはなんか、ここで、好きな言葉で皆さん統一された感じで、すごいな。飾り原稿自分で買うんですか？例えば社長さんが。まあ、黒子とかの板も買ってくれたんですけど、はい。僕は他は全部自分。ああ、じゃあ部分的に出してもらったりとか。すごい、仲いいですか？はい、何自分でハンドメイド、ハンドメイドです。すっげえ、うわ、やばい。これって自分、そっか、自分でも DIY した感じですもんね。あ、自分で、組織の特訓コースで僕とか全部作った。あ、このイベントがあるから。わお。失礼ですけど、おいくつですか？僕は27になりました。27歳、はい、全然皆さん若いっすね。あ、でもなんかこれ結構お金かかりますよね。ですよね。じゃあ他のところやっぱりなんかちょっと削りながらじゃないですけど、これが今趣味の一環になってるみたいな感じはありますよね。すげえかっこいい。ここ鱗、この鱗が社長さんがやってくれてるみたいな。これは自分で買いました。あ、これは自分で買った感じ。後ろの鱗貼ってるんです。あ、はい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 。あ、そうなんですね。すげえ。もうなんか紹介しきれないですね、やっぱね。かっこいい。あ、ね、リレーもついて。あ、本当っすね。すごーい。わー。あ、群馬から来られてるんですね。そうです、群馬なんで。おー、あ、ナンバーは隠しとくんで、ごめんなさい。大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。あ、じゃあナンバー大丈夫ですか？全然 OK です。ありがとうございます。自分は青木です。青木くんですか？青木です。わかりました。青木くん、本当にですよね。青木ですよね。いや、しかもちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ニグロパンチです。もうなんか味方で はるかちゃんも入れば、ほらもう、これどんな絵面なのっていう。さっき実は通った時にちょっと気になってたんで、また戻ってきたんで。だからなんか今はもう時代錯誤ですよ。あ、いないっす。いないっすよね。今から俺らでもう盛り上げちゃいましょうよ。やりましょうよ。どちらから来られた？どちらから来られた？群馬。やっぱ群馬パンチ流行ってるんですか？いや、流行ってないです。俺らで流行らせて。あ、それでもそうだよね。流行らそう。え、これもう普段から？いや、先月かけたばっかっす。すげえ、めちゃめちゃいい感じ。俺はまだもう落ちちゃった。先月かけたばっかっす、俺も。なるほど。でもじゃあ先月ってことは今5月1日だよ。そうです。4月の半ばぐらいにかけた。あ、そうなんだ。じゃあ俺もそんなもんだ。一緒ぐらいだね。俺っすね。おお、いいっすね。やばいねこれ。もしかここに入ってた、あれこっちか。あれ、ここに入ってました。何これ？青木って。あ、これは青木って。青木くんね。そう。ほんと。じゃあちゃんと、皆さん入ってるんですか？
ガードも入ってます。あと入ってる、ああ、なるほど。本当だ。仙台のジャンパーも。おい。これは？なんて読まれ、読めば？これは教授です。教授丸仙台さん。群馬の教授丸仙台さん。はい。お名前が青木さん。はい。ちょっと待って、もう一回、もう一回だけちょっと。はい。これね、俺、ヤンキーチャンネルとダンプチャンネルってね、やってるんですよ。はい。で、ヤンキーチャンネルの方でちょっとこれ、パッチパパのやつ流したいんですよ。はい、いいですよ。はい、青木さんの、じゃあ、この絵だけはヤンキーチャンネル。ヤンキーチャンネルとかちょっと並んでもらっていいですか？じゃあ、どうぞ、一緒に。もう、もうせっかくなんで。ちなみにダンプチャンネルよく見てます。ガッツリ感じでお願いします。はい。どうもありがとうございます。盛り上げるぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。にぎおり的な会社さんでした。おっかない。まだできたばっかなんですよ。マジっすか。はい。くれんすか。いいですよ。お、嬉しい。持ってねえや。ありがとう。ほら。よろしく。ウェイ。これも。あとじゃあ、原田君にもぜひあげてほしい。もう一個違うのあげて。あ、マジで？はい。じゃあこれぜひもらってやってください。お願いします。はい。これ俺じゃないです。真っ黒のクラウンにパンと置いたいあ、クラウン乗ってるんですか？クラウン乗ってます。あら、クラウン乗ってるの？昔のクラウン、アスリートから。あ、じゃあ一緒に来ちゃってるもんね、トラックでね。よろしく。抜けた。ありがとう。ありがとうございます。今ちょっと待っててくれた、青木さんが。ありますからね。ちょっと青木さんが貼ってくれると。この辺でいいですか。いいっすよ。貼ってくれんだ、早速。嬉しい。青木くん、ノリいいね。うん、ありがとう。これちなみに主催者の、うん、あ、水木水木くんのやつね。ほら、貼ってもらっちゃった瞬間。嬉しい。ありがとう。ありがとう。ちょっと暗いけどね。暗いけどね。え、何？暗いけどね。ちょっとね。見えないですけど。見えないね。いや、ちゃんと映ってる。ちょっと。外張っちゃうと色あせちゃう。いいな。ありがとうございます。高いな。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。